帰宅するときバスに乗っていたのですが、途中二人組の客が乗ってきて、一人の女性がマスクなしでバスが進行中うろうろしていて、途中で止まりその女性が私が座っている席でリュックにつけているヘルプマークを見て、突然怒鳴り出して降りろと言われました。えまたそのときを飛ばし、あまりにもショックで頭がクラクラして、帰り道発作が出る寸前で泣いてしまいました。 正直、折りづらく、辛かったです。そのせいか、久々にメンタルがズタボロにやられました。この時、どう立ち直ればよいでしょうか何かアドバイスがあればよろしくお願いします。事件やんか、これ。事件じゃないですか、これ。えあかんやん。この時期、ツバとか飛ばされたらコロナになるかもしれんし、これ。これはもうすぐバスの運転手さんによって警察呼んでもらって、やらないと、これ。 怖いなぁ。ツ書き返しても違うしね。やられたらやり返す。倍返しだとか言ってる場合じゃないしね。あかんかん、違う違う違う。これは怖いよ、ほんまに。すぐに、あの、周り周りの人もね、助けてくれたらいいんやけど。守るおったらね。守る、守るあっち行ビームで、ね。 対査してましたけど。えーその後大丈夫ですかコロナの症状出てないですかその唾液とかのあれで。それが心配ですけど。まあ、怖いよね。だから一言、ほんまにこれは怖いから、すぐ、あの、周りに、助けを求めてください。もしくは、守りを呼んでください。行ける限りは行きます。 こういう人おるからね。変な人。で、日本人って、やられたら、やられっぱなし。手のひら返しだ。ちょ、何言ってもわからんわ。ちょっと、はい、もう。うん。これはひどいなぁ。ね、そばに今頃がおれたらよかったんですけど、何かあったら、また言ってください。僕が近くにいない場合は、えー 警察がいるんで。はい。気をつけてください。ヘルプマークとかね。ちゃんとやってんのに。いや、これは、許せないですね。倒す倒します。悪は倒す。そして守る。これからも気をつけて行動してください。 マモルチャンネルをごご覧いいたただきありがとうございましたこれからも皆様が明るく元気に前向きになれるような動画を配信していきたいと思いますチャンネル登録もぜひよろしくお願いします